歌丸会の皆さん、日本の物流は皆さんの両肩にかかっていると言っても過言ではありません。コロナ騒ぎで大変な時ですけども、北海道から九州まで、北から南から、毎日毎日大きなハンドルを握りしめながら、パカデコトラを輝かせながら、毎日毎日運転していらっしゃる皆さんのご苦労を思うと本当に頭が下がります。トラック野郎第10作、柿内隆二こと原田大二郎でございます。YouTube いいですね。あのたくさんのデコトラがイエーッと更新していく様を想像しただけでドキドキします。僕も僕のアルファードでちょっと参加したいような気がしますけどね。まあまあ皆さんのいろいろな日常の出来事、いろんな思い、そういうものをこの YouTube で交差させることができたら最高だと思います。僕があの10作目に出たのはもうかれこれ20年になるんじゃないでしょうか。あの頃はまだ髪も真っ黒でね、びっしりとしてまして、ジーパンにジャンパー、革ジャンパーで、高知で撮影しました。高知で最初のシーンってのが、坂道の途中のサービスエリアにね、僕がトラックで入ってくるんですけど、そこだけは運転することを許されました。気持ちいいですね、あのトラックってのはね。こんな風にして、左折して入っていきまして、文太さんが出てきまして、私の刀剣って書いたトラックに、イチャモンをつける、それ言われていたんだんでしょうね。僕が突然、バールでもって自分のそのアンドンをターンターンターンと叩き割るという、それが高知での撮影の最初のシーンでした。10日間撮影を続けたんです。中村からね、土佐高知市にかけてもうずっとあっちこっちで撮影してまいりまして、10日、どこに行ってもとにかく毎日毎日あの旅館が変わるわけなんですけども、どこに行っても、原さんどうも今日はありがとうございます、高知で一番美味しいものを食べていただきますって、宿のご主人が出てきてご挨拶いただいて、どうもありがとうございますって言って、まあ風呂に入って上がって出てくると、たたきが、カツオのたたきが乗ってるわけです。あの当時ちょうど旬だったんですね。で、10日間毎日毎日その高知でカツオのたたきを食べさせられて、10日目には僕はもうカツオのたたきというものを食べることができなくなっていました。3年ほどかかりました、回復するのにね。3年目に自分でカツオのたたきを、これも番組の中なんですけども、自分でカツオのたたきを作って、料理をして、それを食べましたところ、あ、やっぱりカツオのたたきってのは美味しいもんなんだってことに気がつきまして、それからまたカツオのたたきを食べれるようになったわけでございます。文太さん、惜しい人を亡くしました。相川欽也さん、監督も行ってしまいました。だん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 皆さんが、最初に行ったのは大阪志郎さんだったですかね、僕の親父の役だったんですけども、大阪志郎さんととんでもない親子喧嘩をして、その後菅原文太さんともものすごい、立ち回りをしまして、この立ち回りはキャバレーの中での、殴り合いのシーンなんですけども、3日かかりました。で、3日間もう本当にくったくたになるまで2人で殴り合ってたんですけども、その間文太さん一言も辛いとか、遅くなるとか、早く撮影始めようとか、そんなことをおっしゃいませんでした。本当に
心の底から撮影が好き、心の底から映画作りが好きっていう、そういう人でした。気持ちのいい撮影でした。石川さゆりさんと共演いたしまして、さゆりちゃんの津軽海峡冬景色を生歌で聴きました。しばらくはカラオケに行くと津軽海峡冬景色でございました。懐かしいですね。喋り好きだかもしれません。今度また総会、それから、お正月、お会いしたらぜひお声かけ願います。じゃあよろしく。原田大二郎でした。ポリポリ。